はい、こんにちは。どうも。いや、もうだいぶ日も暮れてきて、シーズン真っ只中。試合出てる感じ？僕は出てないです。あ、もう出てない。まあいいじゃん。だって下手だから出れないとしゃあないの。そうです、そうです。なんか問題、文句あんの？いや、ないよね。僕はないです。僕は、僕は。僕はです。え、彼女は？いないですね。いないの？いないですね。できた？いや、できてないですね。原因なんだ？太ってるからですね。それはないだろう。太ってんの好きな女の子結構多い。俺は知り合いとかが多いと思う。多いですか？多い。いや、でも太ってたら結構ね、マイナスな面も多いと思うんで。あ、そうなんだ。細い方だな。じゃあ太っててプラスってなんだ？太っててプラスなことは近くの。あんまプラスじゃないの。夏暑いやん。あ、いや、冬で活躍できる。君たちの考えじゃ一生彼女できないパターン入ってますねこれ、はい、すいません。この間あの質問をもらった、あのドライブ、どうやったらドライブできるかっていうのをちょっとね、まあ即席ですよ。この時期で教えるなんてもうなんかファンダメンタルからっていうのはもうできない時期なんで、即席でこうやったら最低限できるっていうのを今日ご紹介いたします。なんで聞きたいでしょ。聞きたいです。はい、うん、じゃあよろしくお願いします。よし。はい、そしたらじゃあどうやったら押せるか押せないかよりも、まあ、基本最低限釣り合ってればいいと思うんですよ、オフェンスライン。いや、そのためにどうしたらいいかっていうと、絶対にこのね、外に手は行った時点で、この時点だったらもう絶対釣り合って我慢することもできない。なので必ず手を入れ替える練習、こう入れ替える練習ね、もう一回必ず入れ替えればこの場で釣り合ってることできるんですよ。ドライブできなくても釣り合うことができる、必ず。なので必ず手をね、もう一回この角度でいいんで、しっかり内から入れてっていうのは前も何回も説明してさ、これが全てだと思うんだけど。で、じゃあドライブ、イメージのドライブの仕方としては膝の使い方ですね。前に押すっていうのがあるので、膝をいかに相手の、まあ、この辺を蹴る感じで膝を、まあ、前に持っていく感じですね。前に持っていく、前に。ということは、じゃあどうしたら説明がしやすいかっていうと、相手のつま先を踏みに行く感じなんですよ。相手のつま先、これ踏もうと思っても絶対踏めないんですよ。相手をインサイドハンド入れた状態でつま先を踏みに行く。これがすごいキーになってくるんですよ。だけど、まあドライブなんてそうそうオフェンスライン押せないでしょ。押せないから絶対やってほしいのはやっぱりインサイドハンドで、最低限スクリーメージライン上で釣り合う。これができれば多分ランニングバック抜けるんですよ。でもそこでプラスアルファディフェンスラインが、例えばインサイドハンド取られて次のテクニックにかかる、ちょっと引いたりしただけに一気にドライブしに行く。声出すのここから一気につま先を踏みに行く。だからイメージ的にはつま先を踏みに行くか、膝で相手の股間を蹴りに行くか、この2つのイメージができれば多分ドライブできるんですよ、はい、ただ条件としては膝やをこう行くイコール突っ立った状態でできません。なんで必ずバックアーチ、この体勢でこういうふうにということを一番大事にしてほしいなと思います。なんか分かりますかね。分かる。はい、今やっと分かりました。足首ぐねっちゃってマジ痛いんだけど僕もマジで踏まれるなんか参考になった。はい、分かりました。じゃあちょっと君もちょっと来て。はい、今何参考になった？やっぱつま先踏むところですね。あ、そう、はい、しっかり足を踏みに行く。そうね、踏みに行く、はい、踏みに行くイコール膝が出ますよね、はい、で使うところはじゃあどこを使うかって、やっぱ付け根、はい、ここを付け根。でもそれよりももっと前提なのは何だったの？インサイドハンズで最低限でも片方だけ、こうなっても両片方だけ入ってもなんとかなります。だけどここを入れ替える、この練習入れ替える、これで入れ替える練習、入れ替える練習、これを暇さえあれ、はい、なぜ暇な時間多いでしょ。多いでしょ。やるよ、こう授業中もパッパッと、うん、やっぱね、そういう日頃の癖だよね、はい、癖って大事だからさ。はい、はい、じゃあちょっと、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、今日はね、ドライブについてっていう、まあ、簡単な即席なんですけど、
なんか見てた。そうですね。ドライブ良かったですね。ドライブ良かった。良かったですね。女子から見ても分かる、やっぱ説明。はい、分かります。この YouTube チャンネル、ほとんどもう 99% が男子見てる。だから結構、今1200人ぐらい約いるから、まあ1115人ぐらいは見られてる、男子。大丈夫。大丈夫。大丈夫。女子欲しいんだけど、どうやって女子見るの、この YouTube チャンネル。やっぱかっこいい人がいる。お前とかもうアウトやな。アウト。逆に減ってます。アウト。いや、セーフ。セーフ。僕のおかげで。じゃあちょっとアップ目に撮ってあげれば。僕のおかげでって。僕のおかげで。かっこいい。かっこいい。かっこいい。な感じで、まあみんな男が見てるちょっとこのマニアックな YouTube チャンネルがあってもいいと思うんだよ。たまに女子でいるとこの見られてる感すごいよ。うん、見られてるから。うん。これ今撮ってるからあれもう向こうに1000人いる。恐ろしいよね、そう考えたらね。もうぜひね、またちょっと質問事項とか今から何かやるってできないので、パッティどうやってやるっていう簡単な教え方だったらできますんで、ぜひまたコメントください。はい、そしたらじゃあ今日は終わります。ありがとうございます。